最近さ、ちょっとさすがに俺言おうかなって思ってたんだけど、配信で。物を受け取るやんね。かがあるんだよ。ちょ、注意喚起と言いますか。やめてください。やってきまーす。意外とうまくないか。スプラトゥーンでもやんのマジで5年ぶりぐらいだなぁ。3日で300万も売れたの。へぇ、じゃああれだね。スイッチの普及率が上がったんだね。前やったのスプラ2ってなんだっけ？ Wii U？ あ、2スイッチなんだ。いや、本当にスイッチの普及率が上がったんだね。みんなコロナ禍でスイッチ買ったじゃない。後押しされてますね、逆に。PS5 はもう台数が追いついてねえからな。PS5 は それといったタイトルはあんのかな？この子って。一応うちあるけど、GTA の案件あるから。やるソフトもない。高えしな、この子。なんぼすんだっけ？ 6 万とかしねえか、今。7万とかしねえか？俺、ニンテンドースイッチ初めて触った時なんか、革命を感じたしね。ニンテンドーすごすぎる。だって、家のテレビでも遊べて、そもそも持っていけて、で、タッチパネルなの。で、なんか、コントローラー分岐できますみたいな。出先で人と遊べちゃうよって。最強か？俺多分、配信の中だと舐められてる部類ではないけどね。舐められてるのレベルが違うぞ。うちのジャスパーさん。なんか、ファンが来るとき若干可哀想のときあるもん。ジャスのとき。ジャスって芯がしっかりしてて、自分の意思がある、なんか、舐められるタイプの人間じゃないんだけど、ジャスって。なんか見栄えと、あとなんかお勉強配信みたいな、めっちゃバカなのを出してたから。それ舐めてる人が多いんだろうね。ラスト、スタミチームで当たって友達に自慢したら大体鼻で笑われるんだけど。まあ俺ラストで勝ったことないからね。4回ぐらいレイドして一度も成功してないから俺。マジで敗北者なんだよな。俺たちに、総勢20人ぐらいのネット活動者が賛同してくれたんだけど。ダメだったからな。ラストのストリーマーサーバーちょっと、もうないかもだからな。残念ながら。あの企画は俺大好きやったからね。いろんな人と関われるから。悲しいね。他の人がなんか受け継いでやってくんねえかな。強靭な心の持ち主が。受け継いだってだけでなんか叩かれそうだけど。俺もなんかストリーマーサーバーで勝利を味わってからやめたかったな。わかんないね。帰ってこれるような、あれじゃない気がするしな。ちょ、どうなるかわからないけど。ラストのストリーマーサーバーはね、すごい労力がかかってるから、あれって。なんか、サーバーを運営するっていう労力を、注ぎ込める配信者みたいのはほぼ存在しないから、企業がやってくれた方がいいよね。ソラトさんはそういう面で言うとマジで逸材あったんだよな。マジいないと思う。そういうことやろうと思う人が。で、あそこまで成功の形まで持っていく人がいないと思う。まあ、いつかまたなんか新しい企画が出てくるべ。いや、個人単位だとあれはできないよ。無理だよ。管理できないと思う。やっぱりね、ああいう大規模な企画を成立させるのって、まあ、知名度順で言うと、上から下まで呼ばないといけないから、やっぱりその知名度がない人たちって、配信慣れてないというか、コンプラとかを意識しないからさ。で、コンプラとか意識してない人がいきなりコンプラを意識してる大物とかと絡む機会があって、コンプラを意識してる配信者のリスナーと絡む機会があるわけでしょ？そういうところの管理も、まあ大体その配信者間でやるっていうよりかは、運営でやるのが綺麗だろうしね。公式サーバー。いや、俺公式サーバー集中力切らしちゃうかもしんないんだよな。わかんない。ちょっとわかんない、公式サーバーは。やってみたくはあるけど。俺、ストリーマーサーバーで人と絡んでんだが多かったんだよな。絵師の人たちがいた村最高に面白くなかった？ ドラゴンボールとか おもろかったよな。シロマンタさんと、まあ、あそこの修羅が全員面白かったかな。
最近さ、ちょっとさすがに俺言おうかなって思ってたんだけど、配信で。あのね、まあ、俺が場所をね、言ってるのも悪いんだけど、錦糸町に家があるよっていうのを、特定の、その、宅配業者っては言わないんだけど、家でさ、物を受け取るやんね。スタンミさんですかがあるんだよ。ボッサボサの状態で。いや、俺だって分かっても話しかけんでほしいけどな。それは。基本的に置き配にしてるんだけど、俺。置き配にしてても、なんか普通にピンポン鳴らしてくる人っているの。なんかその、俺に会いたいからとかじゃなくて、普通になんか、割れ物扱いだって、怖い物扱いだったり、でかかったりすると、ピンポン押してくんのかな。で、そういうので、ピンポン押して、はーいって寝起きとかで俺が投げると、あ、やっぱり、みたいな感じなの。まあ、そりゃそうだろうな。俺、インスタグラム菅原優也やってるし、配信見てる人だったら、錦糸町って、言ってるし、はぁ、みたいな顔してくんの。まあ、いいんだけど、別に。まあ、俺だからギリいいぐらいまであるからね。その後 DM で、スタミスさんってことを、なんか、誰にも言わないので安心してくださいとか言う人結構いるけどさ。それでもだぞやめとけ、あんま言うな。ダメだよ。で、そういう人が、なんか、一人二人目だったらよかったんだけど、最近ちょくちょく増えてきて。注意喚起と言いますか。やめてください。すみません、俺もちょっと家が錦糸町にあるって言ってやってるのが悪いんだけど。まあでも俺の性格上は隠せないからさ、別に。あ、したかんだ。配信者ってフレンドリーだからね。まあそれ、その中でも俺はフレンドリーの方だろうから。メンヘラの悩みとか DM で送ってくるような。俺としてはネタになるからいいんだけど。他の配信者にやったら多分ドン引かれちゃうからさ。やめた方がいいよ。買ってよかったもの？今集める？いや、俺圧倒的に買ってよかったものが1個あったから、その1個のために買ってよかったものをやりたいわ。1個ね、俺の人生を変えるぐらいのいいものがあったんだよ、俺。その1個だけちょっと持ってくるわ。ちょっと値が張るものなんだけど。俺、そのね、スマートフォンの充電とか結構大雑把というか、ズボラなとこがあって、充電 50% とかで家を出ちゃうことが結構あったの。で、出先で充電ねえなとか。で、なんか最近流行りのさ、駅とかコンビニに置いてあるさ、レンタルのモバイルバッテリーとかあるじゃん。でも、あれとかも登録してみたんだけど、言うて返すところ、返すのだるいし、なんか俺一回時期オーバーしちゃってあのモバイルバッテリー買い取ったりしたの。そういうのができない人だから、俺は。そこどうにかしてと思って、俺最初は、もう、ポケットに入れても、もう、スマートフォンと薄さほぼ変わんないよね。超薄型モバイルバッテリー、俺は探してたのよ。で、探してたら、これに出会いまして、アンカーさんの。じゃん。これ、こう、ケーブルはちょっと今抜いて持ってきてるんだけど。これ家に、充電池して、ポンって置いとくわけ。こうやって、こうやってね。で、普通に家でこうやって、モバイル、貼って充電できるんだ、こうやって。ここまでは普通じゃん。これ、抜いて、モバイルバッテリーとして持ってけんの。これモバイルバッテリーなんだよ。すごくね？で、家に帰ってきてもこれ貼り付いてるからこのまま持ってくわけよ、こうやって。で、家に帰ってきたらこれ、こうやって挿したら、ここでも、モバイルバッテリーも充電されるし、スマートフォンも充電されんの。で、もう一個やばいのがね、最近のさ、ワイヤレス充電イヤホンあるじゃん。エアポッド、なんだっけ。ここに置くと、それも充電できんの。これ一強だなって思っちゃった、俺。これ欲しくなんない？これ最強でしょ、マジで。でもなんかこれね、若干値が張るから、そこは相談して。で、俺はズボラだから、出先で、でもこれで、充電で困ることなくなったの。これちょっとね、買ってみてください。最近で買ってよかったもの一番はこれかな。マジで、ダントツ。本当にダントツ。
これモバイルバッテリーになって、しかもひっついてるのは最高なんだわ。